当だ、ちょっと、ね、でじゃあこの時間にちょっと行ってみようかな。そうなの、うん、私の写真だとわからないの、うん、一部すぎて一部すぎる細かすぎる。うん、そんなとこもあって可愛いね、そこもね。これじゃないか、これじゃないの、ね、あ、そこだそこだね、いっぱいあったよね、うん、これ、うん、あった、行ったんだこの前。いやでもこんな幅広く撮っていいわね。なんかこれちょっとなんか、いやでも全然わかんない。この辺が結構すごい古いその昔からのやつがいっぱいあって、あ、で、まあ、前回行ってみたいなと思ったけどちょっと行けなかったんで、ちょっと今回こんなになってんだね、上から見るとね。ゆっくりとちょっと見てみようかなって面白いね今思ってるとこ。で結構これこの辺が結構この辺になんかちょこちょことそういう古いマンションがあって、あ、そうなんだ、ゆっくり回ってみようかなって。あとここに渡るの大変じゃなかった、なんかですごいなんか横断歩道、横断歩道がなくて勝手になんかハッダッシュしたんだけど、本当にちょっとそう分かんない全然渡れなくて、なんか変なんだ街が。俺今回、うん、今回初めてこの前回で初めて行ったんだけど、この西の環状のって書いてあるところのこの辺、この辺、うん、こっちが香港大学なんだけど、うん、あ、見とった。この辺の区域、うん、前回行った場所暮らしたんだけど、うん、この辺の区域のホテルに今回。へー、え、全然知らないこの駅とか。うん、あ、またあるよ、氷室があるよ、氷室が。氷室でカフェっていうことです、ね、あ、そっか。この西なんとか版ってこう、なんていうものがあるんだけど、最水湖だね、なんかそんな。この区域で今回ちょっと、その隣に行けばいつものヤムチ屋さんとかあるんだけど、ここはと思ったことなんだけど、こっち側の区域で今回初めて宿取って、でなんか今回は初めてからしてこの辺をブラブラ、これあの前回 NHK で、うん、ふれあい街歩きってあるじゃないですか、あれの空港側の、うん、内側の特集がこの前やってて、あ、そのハーゴン、いやいうところまで行ったあたりぐらいだね。そうだね、乗り換えたとこだね。この辺、本当だ。この辺の区域をちょっと歩いて、ちょっと変わったイオンモールなんだけど、あ、そこでの形、あ、行ったことある。ここずっと待ったのがね、この辺だから。この辺なんでね、言ってたよね。そうそう、あった。だからまさにそのあたりをこの前番組でやってて、あ、そうなの？帰ってきてから吉野家とか出てやろうかとか言って、あ、なんか流れたね。で、なんかこの辺はちょっとブラブラ、ブラブラして、あ、もういいね。その番組はね、ゴールがこの空論場の敷地跡地だったから、そうだったんだ。まあちょっと、まあ、俺はジャッキーの映画とか好きだったから、大間に行くっていうのをゴールにしてみて、いいねっていうのと、この前29歳問題って香港映画、すごいいい映画があったのね。でそれでまた見に行ったから、仲いい、ストーリーの中にいい音楽、日記、あと、まあ、要するに文房具ね、あとポラロイドと、まあ、もう写真系の好きな人もみんな好きないい、ね、アイテムが、アイテムがいろいろ出てきてで、レコード屋さん行ったりとかして、残念ながらそのレコード屋さん6月に閉店するので、ちょっと行けないんだ。で今回はロケ地巡りも行きたいなってことになって言ってて、楽しいね。そう、ちょこちょこで行ってみますかっつって、いいね、そういうのも、そういうコンセプトも面白いね、うん、まあ本当に雨があんまり降らないことを祈りますよ。それだけですね、機嫌悪くなっちゃう女子なんだ、ね、そうだね、まあ雨やだ、守ってあげてた。ってここで映ってたの？あ、いやいや、ここで動画は撮れてない。今ちょっと面白い。GoPro 越しの面白い。へー、あとはね、坂井真希さん、真希さん、がなんかおすすめしてた、なんか写真展に今、やりちゃん帰ってから行こうかなと思うんだけど、ここでの、
あれさ、なんかさ、見たんだけどさ、今中身に何ここだけは違うところにいるんじゃないの？違う？え、あれよくわかんなかったんだけど。分かってないね。パッと押したけど、うん、なんか、いろんなところに行ってないなんか、なんかさ。で、そう、連続転倒。あ、そうそうそう。で、今はこの中身部分のところでやってるとこ、ね、カラーの、そうなの？これ今の？これ、普通なの？そっか、今ここのとこか。あ、今の東京なのか。56日から中身部分。ちょっと、ちょっと長いんだね。そう、東京ね。今日は18時までやってるし。まあ、聞きなくてもいいんだけどね。で、これはなんか、フィルムでずっと縦で写真撮ってるらしいのね。面白いですね。で、なんかまあ、確かに普通のカメラからしたら面白いねってなっちゃうけど、なんかそもそもスマホってもう縦だから、だから、俺全然この写真監督知らないんだけど、まあ、そんなすごいって言われてる人が撮った縦写真ってどんなんだろうなと思って、ちょっと自分の写真、今ほら、圧倒的に横は多いじゃん、スマホで撮っても。でも縦で撮ってもおかしくない時代じゃん。だからちょっと行って、プロフェッショナルが撮った縦の写真ってどうなんだろうって、ちょっと気になったかな。確かに。縦に撮りたいって思うことほんとないもんな。多分縦で撮ってる人って人物で女性撮ったりとかする人は縦で撮る人結構多いけど、風景で縦とかってあんまない。だけどスマートフォンって初めがスタートが縦だから、縦で撮っても全然おかしくないから、まあ縦で撮れるのは大体こんなんか撮ってもいい。どこの国の方ですか？あー、フロムちょっとどこの国ですか？この時英語わかるね。どこの国の これ本当にこれかな？ホーム。あ、台湾じゃなきました。あ、台湾。台湾大好き。台湾。私は日本語が大好きです。あ、本当ですか。台湾ね。そうなんですね。台湾。じゃあ、お友達。台湾ですよ。ほんまに。台湾ですよ。どこだ？よく行ってます。前ね。全然言葉は分かんない。前台湾のフリーペーパーで紹介してもらったんですよ。すごいですね。なんて書いてあるか分かんない。読めない。でも写真撮っていいですか？あ、いいこれで。ウィニーです。